おはようございます。今日はね、9月の15日になります。いやー、まったりしてますね。今日も一日ね、最後までゆっくりしていきたいなと思います。ぜひ最後までご視聴ください。それでは行ってみましょう。始まります。はい、ご飯です。朝ごはんはキウイです。よしよし、みーちゃん、よし、うまい。散歩から帰ってきてね、早速お眠でございます。みーちゃんもまったりしております。今日もめっちゃくちゃ朝焼け綺麗だ。こっちは電気が消えてるけど、こっちはついてますね。メーカーの違いですね。めっちゃ綺麗なパープルの花を発見しました。今日もね、特別ね、あんまりスケジュールがないんでゆっくりできそうです。まあ普通に朝から仕事して、まあ、夕方まで仕事してって感じで、超絶まったり過ごしていきたいなと思います。はい、行ってきます。みーちゃん、行ってきます。はい、今からね、仕事に行きたいなと思うんですけど、結構また早めにね、時間余裕ね持ってね出てきたんで、朝ごはんをね食べてから行きたいなと思います。今ね、仕事のね休憩中なんですけども、結構ねお腹減ったのでカレー食べに行きたいなと思います。3日に1回は絶対行ってる気がしますね、カレー屋さん。でキーマカレーにいつも行くんですよ。めっちゃ美味しいんですよね、ほんとそこが。で、もうちょっと時間あると思うんで、ちょっとね無印良品今ね買いに行きたいものあるんで寄ってって感じで、でまあ仕事終わらして帰りたいなと思います。これこれ、ワンコのね粗相とかも拭けるし、家中全部ねこれで掃除できますね。仕事終わってお家に帰ります。ただいま。はい、ただいま。よっしゃ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 、うん、散歩行こう。
硬い硬い、よし、皆さん、なんと YouTube のチャンネル登録者数で480名を突破いたしました。パチ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 いや本当にありがとうございます。いやもうすぐでね500名がちょっと見えたなと思いましたね。500名ってどんな感じなのかな。本当に最近のね YouTube の登録者数の伸び的には過去28日で大体40名台なんですよね毎日。なのでアベレージで言うとまあ毎日 1.5 人ぐらいですね増えているっていう感じになっております。いや500人ってなるのをね一度やっぱ見てみたいなって思いますね。楽しみです。いつもねチャンネル登録していただいてる方本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいですね。これからもねワンコとねゆっくりした動画をね届けていきますので、なんとなく見ててね癒されるなとかリラックスできるなとかいうチャンネルになってたら嬉しいなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。夜になったということで夜のね散歩に来ております。晩ご飯をね買って帰ろうか迷っているんですが、なんかねもう食べて帰りたいなという感じになってるんでどこかね寄って帰りたいなと思います。ちょっとなんか今日はね風が強い日でね、もう結構体感温度は涼しいですね。どれにしようかな、でのの帰り道でね480名達成のお祝いということで、いやーどら焼き買っちゃいましためっちゃしかも美味しそうなやつ買っちゃった。それはそうとね、昨日の夜にある映画を見たんですけど、それがねナラタージュっていう映画なんですよ。主演が松本さんと有村さんっていうことで、めちゃくちゃ僕のね好きなねあの俳優さんで、すごく楽しめました。なんかね青春時代のね心をね思い出すようなね映画に仕上がってるかなと思うんですけど、まあ、基本的にはねこう恋愛映画なんですけどね、めちゃくちゃなんというかこう胸が締め付けられるかというか、あ最後そうなるんやみたいな感じに思いましたね。まあなんか感情移入して、私の気持ち的にもこうなってほしいみたいなね感じで見ちゃうところがやっぱりあるんで、いやそうなったかという感じで思っちゃいました。たまにねやっぱり映画を見るとねめちゃくちゃ面白いですね。横でねちょこんって寝るメイちゃん可愛い。よし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 そろそろね終了したいなと思います。いやー今日もねしっかり暑かったですね。もう9月の半ばなんですがね、もうすぐ10月で、まあ、言うてる間にハロウィンとかですよね気早いかな。ちょっとハロウィンあってもはやもうハロウィンが来たらもう言うてる前に年末や言うてクリスマスですよでクリスマスって考えたらめちゃくちゃ寒いはずなんでね、もう結構徐々にこう温度は下がっていってもいいかなと思うんですけどね、こっからねグッて落ちていくんですかね。で今回はねなんと480名の
チャンネル登録者さんをね突破したということで嬉しい一日になりました。次の目標は490名ということでねそんなに遠くないね目標を掲げてしっかりとね目指してね達成できるようにしたいなと思います。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント何卒よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。